あ、なみさんこんばんは。バトルスピリッツのデッキ組んだけどギャラ相手いなかった。そしたら文明を発展させるんだけど、この孵化装置ってのがやばいらしくて、最大10個までの卵を集め管理できる孵化装置、使用するには電力が必要。これ何かっていうと、卵には適した温度があるわけよ。暑いとこで生まれる卵ならかがり火で温めてあげる。で、逆に寒いとこで生まれる卵ならエアコンで冷やしてあげると。ただこれにもう卵をぶち込んでおくだけで時間が経ったら生まれるよっていう、命の冒涜なんだよ。やっぱもう作んのやめようかな。いやこれ胸痛え。ポリマー集めるためとはいえさ、ちょっと心に来るもんがあるな。なんか意外とちっちゃいよね。設置して、で下にコンセント置いたからそのままつながりましたよと。定時の卵入れる、入れてるだけでいいのか。ん？あー進んだ。あー進んでる進んでる。早っこれ。速攻で生まれんじゃんこの速度なら。これだ、気温操作。これであれだ、その適した気温にするんだ。ただなんか25度で、おお、これはすごいな。あーこの緑のとこにするのか。25度がそこってことは、どうしたらいいんだこれ。もうちょっと上げればいいのかな。5度上昇してみよっか。あー通り過ぎちゃったな。まあいっか、結局生まれるわけだからな。でこの右にある数字がステータスだ。攻撃力が18しかないやんけ。外れじゃねえかよ。 100% になったね。てかちゃっかり押すってマークもついとるわ。性別もわかるんだ。で選択して孵化か。わーすごーい、マジで便利、革命だな。なんかモンスターハンターセカンド C からモンスターハンターライズになったみたいな、そのぐらいの革命だわ。攻撃力は低いんだけど、それでもアタッカーとして生きてほしい、そんな意味を込めてナスカは天心と名付けます。で次は農場を始めたいんだけど、そこで必要なのがこの温室シリーズ。これで小屋みたいなのを建てて、その中で植物を育てますよと。でなんで温室じゃないといけないのって思うやん。この小屋内だと食物の成長速度が上がる、かつ肥料が消費されにくいみたいな、そういうメリットがあるんだよね。ちょっとこれこれつぼるな。剥製みたいになってんじゃんこいつら。したらね、温室はこの上に作ろう。この上にちょうどいい感じなんだよな。やっぱ石だけじゃ映えないからね。温室の小屋作ればいい感じになる気するわ。で上登るためのはしごを作るんだけど、つけるんだけど、この部屋何も使ってないからこの部屋でいいよね。まず天井を壊す。これってちゃんと登れるか。いや何しとんねん。いやでも逆にか。あこれ逆にだ。で壁を置くんだけど、ここを丸々農場にするには広すぎるな。そんなに広くしても逆に食物が多くなりすぎちゃうから、どのくらいがいいだろう。このぐらいでいいね。ちょっと間空くの嫌かこれ。わかった、こうで、でここにもつけてあげて、このぐらいでよくね。いやこれでいいな。でここはまたなんか別のもの置けばいいじゃん。すげえおしゃれだこれさ。こうやって区切るのどう。これ天才の発想じゃね。ここにドア置いて、あー違う違う、こう。これめっちゃいいと思うんだけど。
で、こう、こっちで、まあ、ベリー、こっちで野菜みたいな、それでいいじゃん。で、種を植えるための菜園を置くんだけど、でかすぎて、でけえ。絶対こんなにはいらないんだよな。まあ、おしゃれにちょっと枠開けるか。これ土台1個につき1菜園。これでいいわ。完璧に計算通りだったな、これ。で、種が必要だから、種はパリケラ、パラケラテリウムで集めると。あー、来たねー。じゃがいもの種。こう野菜系を集めていきたいな。ベリーはこう、なんだろう、無限に出るじゃん。だから野生で、野生じゃねえわ。これ野良で手に入んない野菜が欲しい。これだね、じゃがいもの種とか、あとトウモロコシの種。でね、人参とか、レモンとかの種もあるはずなんだけど、なんか出ねえな。あー、人参来た、人参来た。まあ、とりあえず意外とちょっと、野菜の種がレアすぎて出ないから、一旦こんなもんにしよう。菜園に種を入れました。入れま、あー、これ1個ずつしか入んないのか。え、あー、その都度その都度入れなきゃいけないんだ。ちょっとめんどくさいな。ここら辺にタンスを置いて種ぶち込んどかないとね。あれだね。でもちろん種だけじゃ育たなくて、水を供給してこなきゃいけないんだよね。まず、給水口を水の中に置きます。で、これをパイプでつなげて、菜園まで持ってくって感じなんだけど、うまくやんないと変な形になっちゃうんだよな、経験上。いやー、ちょっとやっぱずれてるよな。なんか綺麗に置けないんだよな。こう垂直に置いて、で、蛇口をつけると、ほら、水が400分の400ってなったでしょ。これで種が育つと。ただこっちにもう水を配らなきゃいけないんだけど、あー、これでいいのか。 OKOKOK で、垂直に置いて蛇口を置く。おー、いいんじゃん。そんな、なんか斜めなの目立たないな。野菜を作っても、もちろんそれを冷やしておかないとすぐ腐っちゃうわけだ。そこでこの冷蔵庫が必要になってきますよと。冷蔵庫、ちょっと見栄え悪いけど、この辺に置くか。近くにあってほしいんだよな。こうか。なんか部屋もそれっぽくなってきたね。今回でかなり文明進化したんじゃないか。さあ、そしたらフェロクスっていう新モンスターをテイムしに行くんだけど、その前にこの金属の盾を作っておこう。何かとさ、強制騎乗解除されて、で、ボコボコに投げられて死ぬってこと多いじゃん。でも、この盾を構えて、こう敵から攻撃を受けてる間に、バリオニクスとかがそいつを仕留めてくれるっていう、そういう使い方ができると思うんだよね。で、このフェロクスって生物が、なんか普段はちっちゃいんだけど、怒ったりするとなんかな、急にムキムキになるみたいな。面白いモンスターなんだけど、雪山の洞窟にいるらしい。で、テイム方法が、エレメントを手渡しで渡すってやり方なんだけど、エレメントって高級素材で、まだ普通には作れないんだよ。だから、こんにちは、サバイバーさん。今のラインナップはこんな感じです。1個2000円。俺マジで3万1000も貯めたのに、これに使わなきゃいけないのか。まあしょうがないな。背に腹は変えられないか。3456789010、足りなかったら追加だ。まあ足りなかったら追加っつっても5個しか追加できないけどな。あと1万しかないから。誇らしいねー。いや、こんなとこわからんよ。めちゃめちゃ入り食う。いるわ、この子だ。いやー、しかもなんか熊だらけ。なにこれ。やばい。脇ミスっとるだろう。どのぐらいの強さだ。あー、一発83か。この数骨折りえるなー。
まあでも一匹ずつより一気に噛んじゃった方が効率いいから。中に突っ込むか。110ダメージ、178。あ、これやばいかも。あ、大丈夫だ、こいつら HP 少ねえわ。強っ。クマってこんな強いんだな。ホッキョククマだって。ホッキョククマ、あ、やばい、こいつ多分噛んだら怒っちゃうな。いや、怒らせてみれば逆に。パク、あれ怒んない。あ、来てる。あ、来た。あ、いっぱい来とる。これあれ、なんかムキムキの怪力みたいになるはずなんだけどな。フェロックスだよな。なんだ、逃げたり詰めてきたりするわ。あー、145やってもうた。まあいいか、エレメントいくつ必要なのか分かんないし、とりあえずホッキョククマ処理してから50レベルぐらいでいいか。50レベルぐらいのやつをテームしよう。やばい、ちょっとやばいなこれ。いや、めちゃめちゃ強い。一旦帰んなきゃダメだ。なんだこいつら、大丈夫か。ちょっと奥には行けないけど。おーい、ペロクスおらんか。じゃあここすげえ綺麗。なんじゃこりゃ。少々ね、能力みたいだけなんだよな、ペロクスの。まずきついな。ダメだ、殺されるわこれ。あ、145いるわ。あ、歩いてるだけか。これでエレメントはどうやってあげるんだこれ。めっちゃ可愛いなこいつ。ただ渡せないね。これさっき殴っちゃったからか。まあいいや、新しいマリオニクス連れ、HP 満タンのマリオニクス連れてくるついでに、一旦帰るか。あ、いけたいけた、食ってる食ってる食ってる。問題どのくらい上がるかだよな。あー、こいつ渡すと巨大化すんだ。でけえ、ちょっと、ま、想像よりでかいねんけど。弱おい、北極熊、ま、お前、こいつも、気象解除持ってんのかよ。え、こいつ洞窟のとこまで出てくんの。あー、やーべえ、これどうしよう。へ、下手に攻撃しないでほしいな。大丈夫大丈夫、オッケーオッケーオッケー。なんでどいつもこいつも気象解除持ってんだ。うわ、なんか変な状態異常になって走れねえ。なんだこれ。これでも折れたか。こいつ何レベルだろう。つかこれ巨大化すんのにどうやってテイムすんねん。なんかしかもどっか行っちゃったけど俺のエレメント、2000円もするのに。わ、食った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 。レベル20、この子でいいね。あー、やっぱ食ったら巨大化するのか。でちょっとさっきさ、離れたら消えちゃった。わかんない、俺が見失っただけかもしんないけど、あれだね、見失わずに見ててみようか。え？クマと戦い始めた。あ、やめて、殺さないで。あー、血だらけになっちった。大丈夫か。あ、ちっちゃくない、ちっちゃくない。なるほどね。お、消えた。あ、出てきた。なんじゃそりゃ。あ、テイム25%になってる。なるほど。よしよしよし、これを繰り返すのか。簡単だ、レベル20だけど。あー、なるほど、その両手で潰す技が騎乗解除なんだ。こいつかっこいいな。でも攻撃力が低すぎるね。あれなのかな、レベル20だからなのかな。でもレベル20つってもな、
種族地の壁は越えられないからね。あんま戦闘特化って感じじゃないのかな。これ 75% だからあと1回じゃない。かわいい。なんだこいつ、かわいすぎる。これあれ今食ってたよね、俺の高級なエレメント。なんでまたあれになっちゃった。食ってるよね、今食ってるよな。あー、なんかいた。あー、そっちにいたのか、びっくりした。めちゃめちゃ当たり前のように瞬間移動するやん。派手で全部防ぎちゃうってことはあんま強くねえってことなんだよな多分。あ、これでいったんじゃない。どういう仕組みなのこれ。テイムしたんです。あー、来た。ずっと可愛い姿のままでいてほしいです。あ、なんか変なゲージが2つあるね。拾う。あー、肩乗るタイプか。あはは、かわいい。かわいい。すごい、この子。肩に乗せてるだけで気温耐性が大幅に上昇する。だから寒いところだと気温、体温が上がるし、暑いところだと体温が下がるっていう。超便利だ。もう必須級だな。で、エレメントを渡すとさっきみたいに巨大化するっぽい。仲間の時も。とんでもない狩り食い虫だな。ただ、でかくなってる最中は、壁を自由に登ったり、戦闘力が大幅に上昇していたりと、探索の頼れる相棒となる。だって。一旦食わしてみるか。なんかこの、アディシオンみたいなやつ。これがテイム中毒度みたいなやつで、エレメントを渡せば渡すほど上がって、100% まで行くと。で、100% の時はめちゃめちゃ強いらしい。攻撃速度も攻撃力もめっちゃ上がんだって。なるほどなぁ。そういう感じか。じゃあ今現状だと全く活かせないね。とりあえずエレメント上げてみよっか。これはこう持たせて食わせるってこと。あ、食った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 。うわー、しかも2個必要だ。1個で 5% 中毒度が上がるんだ。よし、これで巨大化するはず。おお、でっけえなー。で、騎乗。おお、変身時間、エレメント中毒 23%。これがジャンプ力か。おお、すごい。むちゃめちゃジャンプ力あるじゃん。で、壁登りが。おお、こうだ。あ？なんだこれ？ちょ、使い方がわからん。おお、すげえ。岩投げだ、岩投げ。俺今どうやった？ちょっと難しいなあ。できた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 。これ強いのかな。おお、120が2回？めっちゃ強いじゃん。レベル20だよ。あー、なるほどなるほど、そういう感じか。飛び移っていくんだね。そしたらちょっと兄弟殴ってみよっか、せっかくらしい。あれ45。あ、テイム前より強いな。で、これだよ、俺のことを騎乗解除する技だ。46か。まあ、岩投げが強い。ああ、岩投げが強いわ。でも岩投げが強いだけだな現状ね。はあ、これ便利だな。まあ今んところは肩に乗せて気温耐性上げてくれるだけでいいかな。え、こいつなんかね、あの主人公たちの頭装備を装備できるんだって。これでかくなってないとき、あ、ほんとだ、頭、あー、つけられた。すげえ、これで防御力上げられるってことか。なるほどね。あー、これならこの姿でも可愛いわ。まあ腕がいっぱいあるし、こいつは
名前カエリキーだな。帰ろう。あ、これ中ボスだ。母なる海ムーダー、深海の奥底に潜り、このバイアムのマスター AI であるムーダーと戦えだって。へえ、ちょっとこれあるんじゃ海の強い生物もテイムしなきゃいけないな。ちょっと今日はこれやってみようか。ロックンロード、海の奥深くまで探索し、飢えたプレシオサウルスを見つけよう。この獣はただの神話上の生物ではない。これ192円もらえるし、プレシオサウルスにも会ったことないから楽しみだな。これ何も考えずに来ちゃったけど、あんまり深く行くようだと酸素持たなくなるぞ。ちょっとこれあれだ、迅速にやらなきゃダメだな。ロックンロードガンマ、これだ。頼むぞ。狩りの準備はいいですか、サバイバーさん。見つけた痕跡103。いやー、これめっちゃ下まで行くやつだな。しかも痕跡ってなんだ、水中には足跡つかんやん。あ、これ矢印かと思ったら、これヒレのあれってこと。あ、そうだ、これを103個か。まあ90個ぐらいまで行ったら一旦あれだね、水面に出ればいいや。はは、むずすぎて笑えねえ。ちょっと待って、これ尋常じゃないぐらいさ、精密な動作が求められるんだけど、これもしかしてバリオニクスだからこんな難しいってこと。水生生物なら簡単なのか。あ、いた、プレシオサウルスだ。ターゲットを殺せ。え、なんか今日やけにワープするんじゃない、敵が。これ見つける話じゃなかったの。殺す話なんだこれ、凶暴なプレシオサウルス。でも40ぐらいなら全然痛くないね。弱っ、こいつ気絶通るかな。いやー、さすがにサイズがサイズだから。あ、気絶してる気絶してる。あ、してない。何こいつ、近くに行かないと攻撃してこないんだけど。いや、全然撃退できないけど、このダメージなら無限に戦える。俺の酸素がある限りは。え、じゃあこれ酸素の丸いやつ、これもしかして酸素回復じゃね、これ。なんかあるよね。ない。あれ、その弾回復じゃねえの、酸素。あ、逃げた逃げた。オッケーオッケーオッケー。やばい、マジで深い。これ以上行くとちょっと戻れなくなっちゃうな。モササウルスでっか、ワクワクするね。いたいたいた、プレシオサウルスでっかいね。すごい遠くからでも見えるわ。さあ、こいつ顔怖くない？なんかこいつ悪魔みたいな顔してるよ。こんな怖いやつだったっけ。なんか優しいイメージあったんだけどな。水中でもこの酸素玉さえ取れば大丈夫だな、いっぱいあるし。一応なんかスキューバ装備じゃなくても大丈夫だ。うわー、なにあれ、なんかめちゃくちゃサメおる。うわー、しかもターゲットだ、あのサメも凶暴な X ベガルド。待って、これやばくね、これ勝てなくないか。しかもなんか電球だけもいっぱいいるし。やべえ、これスタントっていかないとダメだ。え、 X ベガルドンはやばいだろ、ダメージ3分の1しか入んないのに。こんなにいたらダメだろお前。しかもスタンしなくね。あ、してるな。いやー、これダメだー。最後の最後でえぐいのきたー。何人からやらないとダメじゃねー。いけるかな。なんかスタン短い気がする。当たってないだけかな。いやー、勝てる気しねーなー。早めに退散しとくかー。弱ってる？血出てる？こいつら。
出てない、これダメだ、うわこれダメだ、ぐっそー、しかも早い、嘘だ嘘だ、逃げらんないの、うわーバリオー、めちゃくちゃ愛着湧いてんのに地上漏れなんと、いやーダメかー、うわーまさかの X サメかよー、バリオ、バリオ生きとるやん、さっき死んだの誰だ。